空が何色かってのあんたには大事なことかい？私にとっちゃ間違いなくそうなんだ。心に目指す空の色、私のはダークブルーだ。服用期の時代から4世代ずっと飛び続けてきた家系に生まれた。だがじいちゃんは私を空軍に入れようとしなかった。父さんの戦死のことでじいちゃんはオーシア空軍を信じてなかった。だがなアビー、お前にも目にしてほしいんだ。あの上の方、成層圏の青黒い空を、その手で自由に操縦するコックピットから。だがな、じいちゃんが放ってよこした雑誌にはこう書かれてた。とうとう戦闘機が無人化されようとしている。今に自分の手で操縦桿を握る人間なんていなくなる日が来る。こいつはいかんぞ。よくないな。知ってるかい？西の砂漠のただ中に前の戦争で使われた飛行機どもが眠ってること。大事にモスボールされた機体もあれば、すっかりジャンクにくたばり果てたやつもある。管理人はじいちゃんのことはよく知っていて、ジャンクの方から少しずつ引き出しても何も言わなかった。そうして飛べる機体を組み立てようとしたんだ。私とじいちゃんと、じいちゃんの昔の戦友たちの手で。私は年寄りたちの間で口が悪くなり腕を鍛えられ、けれど古つわものらの老眼ひどく、結局ほとんどを私の手でこなすしかなかった。操縦の練習機を借りた飛行場でそいつを見た。無人で飛ぶ実験機だ。ヨタヨタして出来の悪い模型飛行機みたいな代物だった。侮っちゃいかん。技術の進むスピードを侮るやつはあっという間に置いてきぼりを食っちまう。6年と8ヶ月かけてエンジンに火が入った。それからまた1年半と少々、機体のバランスを完璧に近いところまで持っていった。私は小娘からもうちょっと年のいった女になってたさ。そして一人ぼっちにも、ああ、じいちゃんと戦友たちの魂がダークブルーに染まった空の上の安らかなところにありますように。その日が来た。こいつで音の壁をぶち破った。ただ飛び上がって加速し上昇するだけのマシンだ。すぐに高度を上げ、雲海を突き抜け、空の上の方へ。ダークブルー。その入り口まで来た時、オーシア空軍の戦闘機が見えた。何かを追っかけてる。その時気づいた。この連中が追ってるのは無人戦闘機だ。 G をかけ放題。畜生、なんて運動性能だ。無人機の上にバラのマークが見えた。エルジアの国章だが、海の向こう、別の大陸の国じゃないか。あれだ、この地球に ISS なんか積んじゃねえ。それに旋回は得意じゃねえんだよ。集まったか。落ち着いてくれ。静かにしてくれ。諸君らは国際停戦監視軍の一員として今日までこのユージア大陸の平和を維持してくれてきた。今日まで
先ほど我が国際停戦監視軍のレーダーサイトが接近する所属不明機群を通報してきた。直後当該レーダーサイトからの通信が一切断たれた。所属不明機による攻撃を受けたものと判断する。任務を伝える。このユージア大陸における停戦協定が十数年ぶりに破られた可能性がある。国際停戦監視軍フォートグレース基地飛行隊は本日をもって銃警戒序列に移行。出撃命令を受けた隊員は当該地域へ緊急飛行し、所属不明機の発見、捕捉、威嚇射撃をもって強制着陸せしめよ。もし敵から反撃を受けた場合はその時には。なんだ、爆発か。おい、煙が上がってるぞ。攻撃を受けています。複数の所属不明機を上空に確認。上空に、バカな。北部のタンクファームが爆撃を受けました。負傷者多数。スクランブルだ。各機は直ちに離陸し、当基地へ攻撃を行う所属不明機を排除せよ。これは訓練ではない。レーダーサイトは依然沈黙。スクランブルだ。早く空に上がれ。狙い撃ちされるぞ。何が起きた。爆撃機が飛来。地図は不明。出るぞ。早く滑走路を開けろ。英字隊滑走路へ向かえ。ゴーレム隊テイクオフ。スカイキーパーとのリンクは完了。英字隊の離陸急げ。トリガー、君のコールサインは明治2だ。確認し復唱せよ。明治2、離陸を許可する。事態は逼迫している。弱任したばかりですまないが、君の確かな腕が必要だ。頼んだぞ。管制と悪いが、さっさとそいつを上げてくれ。聞こえたな。先行してゴーレム隊4機と君の領機が上がっている。離陸し、領機である明治1と交流せよ。明治2、高度制限を解除。グッドラック。空母が港湾設備もひどくやられている模様。これ以上の被害を出すな。食い止めるぞ。明治2、お前は明治1とエレメントを組め。楽器ビジネススタートだ。ゴーレム隊行くぞ。了解。ゴーレム君も了解。こちら AWACS スカイキーパー。侵入した所属不明の爆撃機を全機撃墜せよ。護衛機の数は多くない。先の攻撃でレーダー設備をひどくやられた。各機の奮闘を期待する。頼んだぞ。ウィコ、トリガー、俺が領機だ。ここからは俺と一緒に動いてもらう。エレメントとはそういうもんだ。目標の敵爆撃機を探すんだ。よし、爆撃機を見つけた。セーフエージ。本番だ、トリガー。お前の腕を見せてもらうぞ。お前は腕がいいってことになってる。タイの欠員を埋めたくてな。話を合わせておいてくれ。だが、無茶をするな。
な。向こうの高度まで行くとしよう。無人機、この状況でか。
が仲間の生死を分けることがある。これで取り済ませ。前を伸びる。了解。基地が被った損害は現在確認中だ。分かっているのは停泊中の空母アルバトロスが撃沈されたこと、来襲してきたボギーがエルジアのものだということだ。ユージア大陸各地に駐留していた国際停戦監視軍の他の基地も同様に襲撃を受けた。損害は大きい。初戦で受けた打撃を回復できず負ける戦争は多い。だからこそ迎撃に成功した意味は大きい。君たちが戦局を覆す存在になる可能性があるからな。よくやってくれた。